真犯人フラグ全力考察16話の方を振り返っていきたいと思います。最初は二宮の部屋ですね。こちら初めて出てきましたね。結構すっきりとした部屋でした。そしてそこへ凌介から電話がかかってきて、たこ焼きですね。どうやらこのたこ焼きで二宮は許されたような感じになりましたね。結構簡単に許してもらえるのかなと思いました。続きましてこちらプロビンですよね。この町山に足を引っ掛けて倒して撮影するというこのクズさ加減が最高でしたね。いやー、素晴らしいクズですね。それからこちらもクズと言えそうなニューオータグロ部長ですけれども、小太郎に何か頼み事していましたけれども、小太郎のこの反応から二宮に対して何かをやってくれというようなお願いをしたんでしょうか。小太郎の反応がものすごい不信感というか、びっくりしているような反応でした。そして一星が出てきましたね。やはり元木の風呂場光が監禁されていた場所と同じ場所ですけれども、一星が手錠につながれて監禁されていました。そして風呂桶の上にバーっといっぱい料理が並んでたんですけれども、手前の方は取れるとして、奥の方にあるのは手錠かかってね、取れるんでしょうか。そして元木が帰ってきた時、左側にあったうな重とかなくなってましたよね。一星食べたんでしょうかね。食器とかなかったんですけど、しかし表情は全く暗いというか無言で、何も一言も話はしませんでした。果たしてこれは協力関係なのか、本当にストーカーされているだけなのか、非常に判断の難しい場面でした。次に元木が誰と電話してたのか、光が非常に疑問に思ってました。当然この電話の相手は元木とつながっている、もしかすると黒幕かもしれない、その人間が光を殺さないようにしているというような内容だったということで、果たしてこの電話の相手は誰なのか、元木と電話していた相手が黒幕なのかといったところですね。そして試乗の時で凌介が覚醒するというか、真帆犯人説を唱えていました。真帆と協力者 X というのが出てきまして、それが自分から離れている昔からの知り合いとか、そういった人間が協力しているのではないかという話をしていましたが、周りはみんな納得してない感じでした。特に川村は強く反論してましたね。そして出てきた手帳、謎の手帳、これはおそらく真帆の手帳なんでしょうか。もしかするとその中に光の美容院とか、いつどこへ行くっていうスケジュールがびっちりと書いてある可能性がありますね。真犯人がそれを見て流星群を撮影して送ったり、光の美容院の予約を入れたりと、そういったことをしていたのかもしれません。とにかくこの手帳がどこにあって、中に何が書いてあるのかというのがこれから分かってくるんだと思います。そして山田が菱田を強引に自分の部屋へ連れて行くと、そこにはバタコさんがいました。そしてバタコさんはどうやら山田と菱田のやったことを気づいているようでした。そしてこの山田菱田のコンビに篤人を連れてくるようにと命令していましたけれども、菱田がそれを OK しました。どうして OK したんですかね。従った方がいいと判断したのかもしれません。そして強羅くんと猫おばさんですね。強羅くんが病院で凌介の後をつけていると、猫おばさんが出てきてあなたのいる場所じゃないと。そしてびっくりするのは、その懐に持っている凶器、外から見て猫おばさんわかるのかと。強羅くん本人もびっくりしていましたけれども、これは猫おばさん、まさしくヒーローですね。なんでわかったんでしょう。不思議でしょうがないです。それから光の美容院の電話、これ新人が受けたということで真帆かどうかはわからないですけれども、でも常識的に考えて男性からの電話の予約っていうのはちょっと不自然なんで、やはり電話をしたのは女性ということになるんでしょう。それが果たして真帆なのか、それとも別の女性なのかということですね。そして高場花、こちらの女性が備品横流してたと。元木に筋弛緩剤などを渡していたということで、この河村編集長の脅し、これはすごい怖いですね。もうなりふり構わないとここまでやるっていうことですから、他の人に対してもこのように最終手段でやっている可能性があるんじゃないかなと思いました。そして今回のメインとも言うべき元木バタコの逮捕ですね。まず元木の逮捕はさすがかっこよかったですね。阿久津刑事、まるでマトリックスみたいな素晴らしい格闘でした。いやー、コージーかっこいい。それに比べてオッチーの情けないこと、まあ仕方ないですね。刑事になってから初めての事件で初めて逮捕ということらしいので、逮捕する時も2月と言っちゃったり、元木の逮捕は阿久津刑事のかっこよさだけが目立ちました。そしてバタコの方ですけれども、もう涼介が吹き矢を刺されても食らいついていきましたね、バタコの足に。それにしても山田コーチもポンコツでした。なぜあれで篤人を逃がしてしまったのか。普通抱えたらもうそのまま行っちゃいそうなんですけども、篤人に逃げられて、結局バタコの頼み事を実行できなかったと。そしてここでまさかの出てきましたね、居眠り警官。ここで大活躍ですね。まさかここであの居眠り警官が大活躍するとは思いませんでした。そして輝きの世界から出た遺体2体、1体は中村充さんでした。そしてもう1体の方が果たして誰なのかということなんですけれども、前にナイツの花輪さんが何やら真犯人フラグの出演が決まったと言ってからあんまり音沙汰がないんですけれども、もしかするとこの2体目の遺体が花輪さんの可能性があるのではと思いました。というのも2体目の遺体、顔が出てないですよね。つまり顔を見せちゃうとわかる有名人だったということではないかと思ってます。となると次週その遺体の顔が出た時にあってなるかもしれません。そして17話の予告で涼介がパパはあっちゃんのパパだったんだと言って涙ぐんでいるシーンがあります。ということはやはり DNA 鑑定は偽装されていた、偽装していたのは菱田で確定でしょう。ということで16話まで終わりました。いよいよ残り4話となりました。さあこの4話で伏線どれだけ回収できるんでしょうか。また楽しみに17話を待ちたいと思います。ということで本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。